はようございます。4月27日6時25分の相場解説ですね。まあ、これ週間を見てるんですけども、週足の方はもう先週覚えてますかね。この辺りをちょっと大きくしてみましょうか。この辺りをちょっとクローズアップして、ちょっとチャート足も広くしてみますね。まあ、全体的にはボラティリティがちっちゃくなっているよってことを言いたいんですけども、ここだけを拡大するとですね、こういうふうになりますよね。まずは陰線と陽線が、いわゆる大陰線大陽線っていうやつがどんどんちっちゃくなってきて、この辺の本当ちっちゃいやつになりましたよね。この辺大きかったですよね。まあ、ですので上下の振れ幅がちっちゃくなったんで、こういう時っていうのはエントリーには適さないんですよね。で、結局先週1週間っていうのは、エントリーできなかったというところもあります。で、先週の1週間がこの陰線とも言えるよ、なんだろうな、まあ上下にほとんど実体っていうか実線がないですよね。だからちょっと利益出しにくいんですよ、こことここで。今週もちっちゃいんですよね。だからこれがどうなるかなんですけども、ここまでボラティリティがちっちゃくなると、もうエントリーすると損が出るみたいなね、手数料だけで損しちゃうみたいな感じになりますんで、まあ見てるのが基地かなというところでございます。で、これがあとデイリーですね。チャートが1本が1日を示していますけども、こんなにちっちゃくなってきているということですよね。こんなちっちゃいですね。これじゃあもうどうやっても利益の取りようがないですね。やっぱり上下の距離で私たちは利益取ってますから、これはだからエントリーするだけ損なんじゃないですかね。先週エントリーした方はもう軒並み損失出てると思うんで、まあ一回もエントリーポイント見つからなかったのが正解かなと思います。これが4時間です。よくわかりますね。もうここだけこんなにちっちゃくなってるんですよ。で、ここだけをねちょっと大きくしてみますよ。ここだけをこれ一個一個ね分析していかないといけないんですけども、やってますかね。これ4時間ですよ。もうこれ利益の取りようがないですよ。これじゃ動いてないわけですから、上下幅がこれだけちっちゃい横ばいだと本当ただ見てるだけと。で、ブレイクの直前だとは思うんですよ。こうドーンと跳ねる、だいたいこういう風に横ばいになったら、その後大きく上から大きく下に行きますからね。そこを待つしかないかなってことでございます。特に材料もないですね。はい、これが1時間ですね。まあ、1時間で言えるのはこういったところに線が引けるかなっていうところですね。ここに当たるとまあ上に行くよと、で、上の方もこんなところですかね。もうちょっと下かな。まあ、ここに当たると下に行くんではなかろうかというところですね。にしても上下幅がちょっとねちっちゃいんで、今回何ともできなかったっていうのが1週間の印象です。今週はさあどうなるのかなというところですけども、まあまあとりあえずはこっちの方に向かうようになるだろうなと思うんですよ。レンジ幅ですからね。ただレンジで向かう方向が分かっても、これね、上下のピップスがそんなに取れないんで、はっきり言ってエントリーした時瞬間に手数料かかるんで、もうその手数料をね回収できるかできないかっていう風なすごく不利な状況なんですよ。まあ、言ってみれば勝った時はちょっと、負けた時は手数料分だけざっくり取られるみたいな感じですね。だからもうちょっとボラティリティが大きくなるまで、これ移動平均線も今使えませんしね、フォーメーションもないんで何とも言えないですね。先週に引き続いて今週もエントリーするところが来るのかなと思いますけどもね。はい、まあどっちにしてもね、こういう時にきちんと分析していくかとかね、積み上げていくか、本当に動きがなければ面白くないんですけども、面白くない時にしっかりと力貯めてこないといけないですよね。いい時ばっかりじゃないですから。で、ずっとね利益を取り付けた私もこういうふうにやるべきでない時にやってないから損失がなくって利益が残せるっていうことですからね。私はそういうふうに思いますけども、皆さんいかがでしょうか。今週も期待できるような動きになるといいですね。なかなか厳しいんじゃないですかね。それでは失礼します。